はい、じゃあよろしくお願いします。今回高校数学数2のパスカルの三角形についてお送りします。で、前回ね、こうの数2がスタートしてこれで2本目なんですが、今回は有名なね、このパスカルの三角形について取り上げていくと。で、ポイントが1問あって、こっちにね、パスカルの三角形を利用して展開する問題が3問、計4問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、特にパスカルの三角形でなんだっけという子なんかはね、今から説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。まあ、パスカルの三角形、これです。ひとまずね、ひとまずこれなんだけど。で、まあ、どういうものかっていうと、まず11スタートなんだよ。で、それを、まあ、これ1ね。で、真ん中は足して2。これは1だけだから1。で、1、2、1になったら同じように1でしょ？足して3、足して3、1。で、1、3、3、1になったと。で、1、足して4、足して6、足して4、1みたいな感じ、どんどん下にこう広がっていくと。で、それが何を表してるのかっていうと、一番最初は A プラス B の1乗です。まあ、1乗ってわざと書かないけどね。で、これが2乗。ここが3乗。ここが4乗なんです。で、これが何を表してるのかってとこがね、セットで覚えておかないと意味がないので、まず、これを書いてあるから、じゃあ、A プラス B の4乗、これね、これが結局何なのかっていうのをまず覚えておきましょう。で、これは、あのね、係数なんだよ、この数字。で、まず、4乗でしょ？だから、A の4乗からスタートします。ここ。A の4乗。で、これについてる数字が1なんです。で、1A4 乗って1書かないから、もう今書いてないですけど。で、次が、係数が4なんで、プラス4。で、次につく数字、あ、文字は、A が1個減ります。4乗スタートだから。だから、A の3乗で、B が1つなんで、B の1乗です。まあ、1書かないけどね。で、次の係数が6なんで、プラス6でしょ。で、A が1個減るから A の2乗、 B が1個増えるから B の2乗です。いいね。で、ちょっとね、入らなそうなんで下行きますね。で、続きプラス次の係数4なんで 4A が1個減って A が1個で B が3つになるから B の3乗です。で、最後プラス係数1なんで書きません。で、最後は B が4つなんで B の4乗と。これは、こういうことを表してます。いいかな？で、今回問題にしてないんですけど、このさ、A たす B の3乗ってあるでしょ？これ同じようにやると、3乗なんで、スタートは A の3乗から始まる。3乗。で、次、3なんで、プラス3でしょ？ A が1個減って2乗、B が1個増えるから1乗。で、次、また3なんで、プラス3。A が1個減って A が1乗。で、B が1個増えて2乗です。で、1だから、プラス1書かないで、A がなくなって B の3乗になります。で、これって、まあ、前回これもそうですけど、これ、前回の動画の中でね、公式覚えてって言いました。で、それと一致してるでしょ。いいかな？まあ、そういうものを表してると覚えてください。で、これはね、個人的な意見ですけど、テスト範囲にもしパスカルの三角形があるようだったら、ここを覚えておくと俺はいいかなと思います。で、余裕があればここまで覚えてほしいですけど、1331から。まあ、1331覚えてればね、こうやってやればいいっての分かればいいんですけど、大体テスト出てくるときって、やっぱり多いんだよね。5乗とか6乗とか。なので、5乗6乗覚えるのちょっと辛いから、4乗の14641を覚えておくと便利かなと思います。じゃあ実際にね、利用して解いていきましょうということで、まず A プラス B の5乗です。で、5乗だから、これの次の段でしょ。なので、こうやってね、ピって引いても全然構わないんですが、一個技があって、どっちでもいいんだよ。あんまりね、苦労度合いは変わらないんだけど。今、4乗がね、14641って覚えてって言いました。だから、こうね、例えばこう問題用紙の隅の方に、4乗は14641だよなって書いておくじゃないですか。そしたら、これね、次の5乗を求めるときって、この14641を一個右にずらすの。で、それをね、下に書くん。1、4、6、4、1って、ずらしてあげる。で、それをね、縦に足し算する。で、足し算すると、足すね。1、
5、10、10、5、1ってなるでしょ。これ5乗のやつなの。この下の段に出てくるやつ、こうやって1個前の、ね、やつを1個右にずらして足し算すると出てきます。だから覚えていくと結構便利だよね。で、それが分かったのでいきましょう。イコール、ちょっと狭くなりそうだけど、まず1乗なんで数字、係数書かないで A の5乗からスタートします。ここ5乗だからね。で、次が5なんでプラス5、 A が減って B が増える。次10プラス10、 A が減って B が増える。で、また10なんでちょっと下行こうか。プラス10、 A が減って B が増える。次5、 A が減って B が増える。で、最後は1なんで書かずに B だけになるから B の6乗と。いいかな、こんな感じで解いてください。で、ちょっと色交互にいきましょうかね。で、次6乗なのでまた1個ずらそうか。ギリ入るから番所。じゃあですね、ちょっと青にしますね。1個ずらすと1、5、10、10、5、1です。で、足し算すると、入って、あ、ギリだね。足し算すると1、6、15、20、15、6、1と。これが6乗の係数になると。手が分かったので手やっていくと。だからこっからちょっと注意が必要で、これとか、これは A と B なんだよ、シンプルに。でもここって X とマイナス1なのね。で、基本的には暗算を結構使います。ちょっと口で説明することが多くなってしまうんですけど、まあついてきてください。じゃあいきましょう。で、まず最初1でしょ。だから左側ね、 X の6乗からなんで X の6乗で E と。で、次が6がつくじゃないですか。で、6で左側1個減るから X5 乗でしょ。で、右を1個かけるんだよ、プラス B の分を。で、マイナス1を1個かけるのでマイナス 6X5 乗になります。ここ注意してください。B の分がマイナス1なんで、今マイナス1を1個かけるからマイナス6に変わります。で、次15でしょ。で、 X が1個減って4乗で、マイナス1を2個かけます。今度 B は増えていくからね。で、マイナス1を2個かけると結局プラス1です。マイナス1かけるマイナス1だからね。なので、ここはプラスに戻って 15x4 乗になります。で、次20です。で、だんだんね、規則性がだんだん分かってくると思うんですけど、 X はもう減っていくだけです、3乗にね。で、 B はまたマイナス1を今度3つかけるのでマイナスになります。で、20x3 乗。次マイナス1が4つです。だからプラスに戻る。で、15だから 15x2 乗で、次は B が5個です。あ、ごめん、マイナス1が5個だからマイナス X じゃないごめんね、6忘れちゃった。次6なんでマイナス 6x で、最後 X はなくなってマイナス1が6個。マイナス1は6個かけるとプラスに戻るから、プラス1があるから1になります。で、これで完成でございます。いいかな、こんな感じで係数とここの中身もちょっとチェックして解いてください。で、さらにめんどくさいのがこっちね、まあ、4乗なんでちょっと下がりますけど数は。で、左もね、右も数字がついてると。じゃあいきましょう。まずこれ4乗なんでここ使うか。1、4、6、4、1だね。で、最初1でしょ。1なんですけど、今回 2x が A の代わりになります。だから 2x の4乗なんです。 2x の4乗で、 2x の4乗っていうのはもちろん x は4乗です。で、2も4乗するから 2×2×2×2 です。で、計算すると16。いい？ちょっと一応書いておこうか。これ 2x の4乗ね、ここは。で、それに1をかけたもので、次は4をかけます。忘れずにね、4をかけて左側 2x を3つ分、そして右側のマイナス1を1つ分になります。だからマイナスが1個あるんでマイナスになる。
で、4とこれ3つ分だと 2×2×2 でしょ、8です。で、それと4かけるから 32x3 乗です。一応書いておこうか。 2x を3つ分です、まずね。それとマイナス1が1個分で、先に書けばよかったね。あと4ですね、忘れずに。4とね、こんな感じになると。で、次が6を忘れずにかけて、左が2個分、右が2個分です。で、まず符号は右で決まるから、今ねマイナス1が2個ってことはプラスに戻る。で、1だからもう無視ね、かけても意味がないから。で、左側は2乗だから22が4、それと6をかけるからプラス 24x2 乗です。ごめんね、口で暗算させてますけど、完全に。で、次は4を忘れずにかける状態で、左が1個、右が3個です。で、マイナスが3個なんで、今回はマイナスで、左は1個だから2、それと4をかけるから 8x になります。で、最後は右、マイナス1が4個、プラスに戻るね。それと1をかけるから、プラス1と。よいしょ、曲がった。いいかな。こんな感じで、ぜひ解いてください。なので、注意としては、まずこのパスカルのね、三角形のこの仕組みを覚える。そしてこの技もぜひ覚えてください。1個ずらして足すだけっていう。で、そこで、係数、かけなきゃいけない係数がわかります。で、こういう A たす B とかっていうだけだったら、その数字つければええやんみたいな。あと文字がね、減ってこっちが増えるってやればいいんですけど、こういう感じで数字が入ってきたときは、その係数とかけた分もセットでかける。こんな感じでね。で、やらなきゃいけないので、そこまでぜひね、注意してやってみてください。では、今回は高校数学数2のパスカルの三角形についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でね、次回が、ちょっと待ってね。次回は二項定理か、についてやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。